家庭菜園ライフ。こんにちは、三鷹で菜園を楽しんでいる高畑です。今日はナスの生育が悪い時の改善方法の最終手段をご紹介していきます。今回の方法は根を切り、さらに強めの液肥を与えるという方法です。ナスを植えてからだいぶ経っている方や状態が悪い苗を植えてしまったという方は、葉の色が悪く元気のないナスになっている可能性があります。また害虫などの影響でもともと状態が良かったのに急に状態が悪くなったということもあります。今回はそういった問題を解消するための最終手段の方法についてやっていきたいと思います。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。では元気なナスから見ていきましょう。こちらをご覧ください。こちらのナスはよく管理されているようです。一応3本仕立てを目指しているようです。これが元々の種子、そしてこれが2番目の種子、そしてこちらが3番目の種子となります。そしてこれが1番花ですね。1番花も 2,3 センチになってきました。そろそろ最初の実ですので取るという作業が必要になってきます。下の方も脇芽がどんどん伸びてきていますので、これらも取る必要があります。それなりに背丈もこう伸びてきまして、葉もある程度の大きさになってきていますので、健康に育っているものと思われます。一方こちらは元気がない状態です。原因としては植えるのが遅かったので、このように葉が黄色く弱っている状態です。茎や枝も細いので、今後の状態もあまり期待できない状態です。皆さんこういった株を見つけた時にぜひ見ていただきたいポイントがあります。それは脇芽が出ているかどうかです。これを見てみますと、こんな小さな感じで、こちらは出てきたばかりのような状態です。さらに上を見ますと、ここにはまだ出ていません。本来あの付け根からはですね、どんどん脇芽が出る頃なんですけれども、株元からもそうですが、脇芽がほとんど健全に出てきていません。これがどんなことを意味しているかご紹介していきます。脇芽が出ていないということは一つの兆候を表しています。それは根が成長していないということです。原因はいろいろと考えられますが、一つ目として根が老化していた場合です。苗の時点で根が回ってしまってですね、老化して新しい根が出ないという状態です。二つ目です。コガネムシなどの害虫被害に遭っている可能性が考えられます。この場合は食害されて根がうまく伸びていない可能性が考えられます。三つ目として、土壌の養分が足りないということです。窒素、リン酸、カリが不足している状況で育ちが悪い可能性が考えられます。最後4つ目としては、病気の可能性が考えられます。今回最終手段と言いましたが、現在植えている株が弱ってしまっているという方は、根が老化していたり健全に育っていないということが原因としては多いので、現在の株を生かしながら改善させる方法を試してみたいと思います。植え替えせずに今の苗を育てたいという方は試してみてください。それではどんな方法を取るかご紹介していきます。今回の方法は根を強制的に切り、そこに液肥を与えていきます。この方法は植える前に行ったり、ナスで言えば更新剪定の時に行う手法です。古い老化した根を切断して新しい根を発根させるという手法です。それを幼い苗にやっていきますので最終手段と言いました。残念ながら改善しない場合もありますが、試してみてどうなるか挑戦してみてください。ではやってみましょう。
ではまず使う資材をご紹介していきます。今回はこちらの油かすと米ぬかを使った液肥を使います。こちらは非常に窒素が多く改善が図れると思います。しかし作るのに夏場ですと1ヶ月はかかりますので、すぐに使用するということはできません。また匂いが少しありますので、その点が注意点です。ちなみにこちらは米ぬかを入れているので、油かすだけと比べますと匂いがかなり抑えられています。油かすだけで液肥を作りますとかなりの匂いがしますので、ベランダで使ったりお庭で使うとかなり匂いますので、もしご自分で作る場合は米ぬかを入れたりヤクルトなどを入れると匂いが収まりますので、そのようにして作ってみてください。市販のものであればこういった液体化学肥料などもあります。どちらでも構いませんので、こういった液肥を使っていきましょう。今回はこちらの自家製の液肥でやっていきます。では油かすと米ぬかの液肥を薄めていきます。約10倍に薄めます。では実際にやってみましょう。まず根切り作業をやっていきます。株元から5センチ離れたところにスコップを差し込みます。根を切る目的なので、このように近いところに差します。作った液肥を一株あたり 500cc くらい入れればいいと思います。左右やりますから両方で1リットルですね。反対側もやっていきます。近い場所に刺します。移植後手の隙間にこのように液肥を与えていきます。埋め戻してこれで様子を見ていきましょう。次のをやってみます。このように近いところ10センチくらい差し込んでこのように流し込みます。何度かに分けて与えていきましょう。雨の後なのでちょっと吸い込みが悪いです。このようにやってみてください。ということでやってみましたが、今後撮影をするときにまた経過などもご紹介できればと思います。ぜひ皆さんも諦めずにこの最終手段を試してみてください。それではコメントにご返信していきます。こちらの石灰液の使い方の動画にコメントをいただきました。苦土石灰を水で溶かして上澄み液を作りました。たくさんあり保存できますかという、ご質問をいただきました。苦土石灰そのものは鉱物を使ったものなので、おそらく期限というものはないかと思います。ですが保存しておくとですね、当然半年なり経ちますとかなり沈殿が進みますので、その上澄み液も上の方は薄くなるかと思います。要はかき混ぜればまた元の濃さにはなるとは思うんですけれども、できればですね、家庭菜園で使うものについては1年以内で使い切るような量を作って保存した方がいいかと思います。注意してください。今日は弱ったナスの最終手段についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。